さあ、ということでですね、今日2本目の動画いきたいと思います。2本目の動画はですね、過去は不動産大学のですね、動画の中で、出題させていただきました過去問の中で、視聴者の方がですね、比較的やっぱり苦戦したという問題をですね、5問、いろんなですね、ジャンルの方から集めてきておりますので、ぜひ解いていただければと思います。それではいきますよ。クイズ、周辺知識にアタック。1、宅建業者 A がその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば正しいものはいくつあるか。A、A が未完成の建売り住宅を販売する場合、建築基準法第6条第1項に基づく確認を受けた後、同項の変更の確認の申請書を提出している期間においては、変更の確認を受ける予定であることを表示し、かつ当初の確認内容を合わせて表示すれば、変更の確認の内容を報告することができる。さあ、どうでしょうか。はい、これですね、当時出題された時にですね、非常に話題になった問題でございます。はい、行きますよ。答えは、はい、これ、丸でございます。これ、ポイントはですね、工事完了前の物件で広告できるのは、建築確認を受けた後、今までの問題というのはですね、この知識があれば全部正解できたんですよ。ところがですね、この問題というのは、建築確認を受けた後、それをですね、変更する申請をしている場合に広告ができるかというですね、ことを聞いているトリッキーな問題なんですね。ただですね、これ実務でよくあることなんでですね、絶対に覚えておいてほしいんですよ。これ結論としてはですね、建築確認を受けているので広告はできるんですね。ただ変更についてはまだ申請中なので、変更後の内容で広告することはできないですね。これについてですね、宅建業法の解釈運用の考え方にはですね、変更の確認を受ける予定だということをですね、表示することと、当初の確認内容を広告に合わせて表示するということですね、というふうに書かれております。こういうルールがあるということですね。この知識ですね、また出る可能性ありますので、これ宅建試験ですね、2年連続とか同じような論点出ますので、必ずここは押さえておいてください。続いてに、宅建業者 A 括弧公建知事免許がマンション括弧100戸を分譲する場合における次の記述のうち、宅建業法の規定によれば正しいものはいくつあるか。A、A 社がマンションの分譲のために案内所をお付けに設置する場合には、業務を開始する日の10日前までに、お付けん地に法第50条第2項の規定に基づく業務を行う場所の届け出を行わなければならない。はい、どうでしょうか。さあ、大丈夫でしょうか。はい、いきますよ。答えは、はい、これ丸でございます。案内所についてはですね、業務開始日の10日前までにですね、免許権者と案内所の所在地を管轄する知事に届け出なければなりません。だから丸なんですけども、これそもそもですね、届け出が必要な案内所っていうのはですね、売買契約の締結または契約の申し込みの受付を行う場合でございます。これ選択肢にはですね、分譲のために案内所としか書いてないのでですね、この判別ができないんですね。これについてはっきり書いてないのになんで丸なんですかっていうことをですね、よくコメント欄でコメントいただくんですけども、これですね、宅建試験の過去の選択肢をですね、を見ていくと、こう届け出不要な案内所についてはですね、契約の締結をせず、契約の申し込みの受付も行わない案内所みたいにですね、具体的に書かれるんですけども、反対にですね、届け出が必要な案内所について、売買契約の締結または契約の申し込みの受付を行う案内所とまでですね、選択肢にはですね、あえて書かないっていうですね、傾向があります。なんでここはですね、類似の過去問を何回も解いていけばですね、慣れてきますので、今年の受験生さんはですね、本試験でこういうところでですね、無駄に考え込んでですね、時間を使ってしまわないようにですね、ご注意いただければと思います。続いて3、土地付き建物の売り主 A は、買い主が金融機関から住宅ローンの承認を得られなかったときは、契約を無条件で解除できるという取り決めをしたが、自ら住宅ローンの斡旋をする予定がなかったので、37条書面にその取り決めの内容を記載しなかった。はい、これは宅建業法に違反するでしょうか、どうでしょうかというお話でございます。さあ、いきますよ。答えは、あ、これバスでございます。これダメですよ。まずですね、これ金銭貸借のですね、斡旋にかかる金銭のですね、貸借が提出しないときの措置。これはですね、売買契約に関してはですね、37条書面の任意的記載事項になります。これですね、マグカップなんかにも見ていただけると書いてありますよ。重接マグカップとかですね、37条書面のマグカップ見て、持ってらっしゃる方ですね、ぜひ、確認していただければと思うんですけども、これはですね、任意的なんです。その上でですね、自ら住宅ローンの斡旋をする予定がなかったというふうに言ってますんで、だからですね、この点に関しては37条書面に記載する必要はございません。ただですね、まだ終わりじゃないんですよ。これ、買い主がですね、金融機関から住宅ローンの承認を得られなかったときは、契約を無条件で解除できるという取り決めをしたっていうふうに言っております。これはですね、まさに契約解除に関する定めのことを言ってるんですね。よってですね、この内容が37条書面の記載事項になります。ですから、これを記載しないと宅建業法違反になるということでございます。ご理解いただけましたでしょうか。こう、非常に重要なんで覚えておいてください。続いていきますよ。4。
営業保証金の供託は株式で行っても良い。はい、どうでしょうか。これですね、以前の動画で出してですね、ってなった人がいっぱいいた問題なんです。覚えてますでしょうか。一回やると覚えると思いますけども、答えは、はい、これ×ですからね、これ丸だと思った人いっぱいいたんですよ。これですね、実際に取材された問題なんですよ。株式ってですね、有価証券だから丸だみたいなふうに思ってませんでしょうか。これで、供託可能な有価証券の中に株式は含まれてませんからね。だから、どっかの上場企業の株式持ってこられたって困りますからねっていう話なんで、ご注意くださいということでございます。続いて5、建築基準法に関する次の記述のうち正しいものはどれか。ただし、用途地域以外の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可は考慮しないものとする。第一、中高層住居専用地域において火葬場を新築しようとする場合には、都市計画により敷地の位置が決定されていれば新築することができる。はい、どうでしょうか。この手の問題も嫌いな方多いと思います。大丈夫でしょうか。はい、じゃあいきますよ。答え言いますよ。答えはこれ×ですよ。これ火葬場との、ね、特殊建築物ですねは、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ原則として新築または増築することができません。ただしですね、都市計画で位置を決定したからといってそれだけで建築ができるわけでもないんですね。用途制限もですね、確認する必要があります。第一種中古総住居専用地域の場合はですね、火葬場は建築できる建築物として規定されておりません。第一中古総住居専用地域において火葬場を新築するためには特定行政庁です、ね、お役所の許可を取る必要があるという形になっております。以上でございます。さあ、いかがでしたでしょうか。今日やった問題ですね、比較的癖が強い問題が多いので、ここはですね、ぜひちょっとよくわからなかったという方はですね、テキストの該当箇所をよく見ておいていただければというふうに思います。ということで、また明日。